っきのお客さん一人で来てたけど、料理が来るたびにじっと見つめながら心の中で何か言ってるようだったな。隣の人の注文したやつをじーっと見てから自分も頼んでたし、あんな風に孤独にグルメを楽しむスタイルがあるんだな。おっと、そんなこと気にしてる場合じゃなかった。今日はあの声優さんたちが来る日だ。お迎えの準備しなきゃ。こんにちは。あ、お邪魔します。いや、なんか、今週もね、私の連れ遅れてるみたいなんで、始めちゃおっかな。すいません！おぉ、おぉ、早かったね、早かったね。危ない、危ない。早かった、もうちょっと時間かかると思ったんだけど、ね。もう、めっちゃ走ったもん。穴があったりさ。そうそう、ピアノ線張ってたり。怖い。では、何注文する？私トロタク好きなんだよね。トロタクありますか、ここ？何でもあるんじゃないですか。何でも用意してくれるよ、ここは。じゃあトロタクいっちょ。おー、願いしょ。じゃあ私はタコ。タコまま。天下百軒ザンラジオ、略してザンラジ、14膳目、せーの、いただきます。ガオー。改めまして、こんばんごはん、こがあおいです。あ、先生っぽくというね、無茶ぶりがあった気がするな。よし。この番組は稲葉郷ちゃんと超仲良しな私、こがあおいが、彼女が店番の日に明治館にお邪魔して、天下百軒ザンの声優さんとあんなことやこんなことをおしゃべりしていく、砂防でワイワイ系おしゃべりラジオです。ここね、テストに出ますからね、よく覚えておいてください。ということで、はい、あの、砂防って何ですか？砂防？あの、砂防というのはだね、あの、みんなでね、お茶を楽しもうっていう場所だよ。なんかよくわかんない。はい、今回も早速ゲストをお呼びしましょう。先週に引き続きこの方です。はい、天下百軒ザン古今伝授の立役、朝比奈まどかです。はい、よろしくお願いします。お願いします。質問はなしだよ。いや、やっぱ先生らしさをね、もっと引き出そうと思った私。ちょっともうサボって。そして今週もザンラジオオリジナルドラマ外伝ラジオ館には古今伝授の立ちゃんが来てくれるみたいです。はい、そうです。はい、それでは最初のコーナーに行きましょう。お、久々の新コーナーです。いざ五七五で読み誇らん隊長川柳。おー、新しいぞ。はい、こちらは隊長さんから届いた新コーナーでございます。隊長名、ご飯大好きっ子さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ルールはそのまま、天下百軒ザンに関する川柳を読みます。プレイ中のあるあるや、各三剣に合わせたことなど、天下百軒ザンに関することなら何でも OK という。なるほど、何でも OK。はい、オッケーです。幅広いですね。うん、ちなみに、ご飯大好きっ子さんからいただいた例を読むと、うん、稲葉号ムチムチボディ禁句だよ。と、お花見集特殊な衣装誰発注、まあ、こんな感じのが届いておりますね。うまい、いい感じ、五感が気持ちいいね。ね、ということで、じゃあ今回は初回なんで、はい、私たちも一句読んでみましょうか。読むんですか、緊張する。読みましょう。どうする、採点形式で。じゃあ、あ、そうだね。じゃあ10点満点にする。いいですよ。よし、ここはもう先生見せてやってくださいよ。いっちゃうよ。もう私いっちゃうよ。先生の実力見せてやってください。ああ、任せろ。ではまず、はい、お手本お願いいたします。子が青い、下から読めば弱が子。天下百軒ザン関係あれ。あるよ、あるある、ある、あるあるある、大いにある。うん、説明してくれます？もうそのままだよね。これはもうそのままです。いや、なんか詳しく説明してほしい。詳しく、これをそのボケ説明してもらっていいですかね。これを詳しく、ね、
まあなんか、やっぱ小川葵っていうのを説明してもらう。小川葵について小川葵について説明する、うん、小川葵ってなんだろうなって考えた時に、うん、やっぱさ最初にね、うん、上からしか読まないじゃない。読まないね普通。でも下から読んだら何か違うものが見えるんじゃないかと思って、じゃあ私が読みますか。はい。まじゃあ私コキン伝授を演じてるんで、コキンちゃんにね、はい、向けてもう行ってみます。はい。長い髪マフラーにして巻きたいな。マフラーにして巻きたくない？あの長い髪。確かにロマンはあるね。ロマンあるよね。包まれたいよね。包まれたい気はする。はい、めっちゃいい匂いしそうだもん。めっちゃいい匂いしそうだ。いい匂いしそうだよね。思考がダメなんだよ。なんだろう。あ、ちょ、もう一個言いたいことあるんだけど。え、まだある？一個言っていいかな。いいよ。コキンちゃん、背中パックリ、寒くない？すごい素朴な疑問だよね。ずっと思ってた。だから今回冬衣装になってよかったなって。あー、背中守られた。背中守られた。ちょっと見たかったけどね。そうね、ファンとしては。じゃあね、2個私読んじゃったからもう1個皆さんに読んでもらおうかな。待ってよ、もうだって本当にさ、今日朝ゆで卵食べてきたの。うん、ゆで卵。ゆで卵、塩かマヨなら塩派かなっていう。ね、全然関係ないじゃん。全然関係ない。それ思いつかなかった。やっぱ朝のゆで卵が強くてさ。でもね、関係ないんだよね。関係ないよね。あ、でもいいよそれでも。ほんと？うん。どうかな、なんていうかな。まあ、子が葵の方も関係なかったから。結構聞いた。どうします、何点つけますか。ちょっと皆さんオーディエンスの言葉も聞いてみて。え、1点、1点の方いますか。1点の方、1点の方、あ、2点、2点にあげるよって方。 あ、3点がいる。3点、もう次は3、3点、3点、じゃあ3点で。厳しくない。逆に3点どこでもらったの。何その3点。で、笑ってたやんみんな。朝日奈の分も採点していただいて、ね、あ、そうだね。じゃあこれもじゃあオーディエンスにしますか。はい。え、あ、 10! 10! え、 10? 満点、10満点くれた。嘘。いや、絶対コキンちゃんファンじゃん。いや、関係ないでしょ。ゆで卵好きな人いるかもしれないけどさ、全然ゆで卵ファンはいないの。塩派は。ゆで卵ダメだ。はい、ということで隊長さんからも、天下百軒やこのラジオに関する川柳をね、広くね、広く募集しますので、隊長川柳のコーナーまでお送りください。残ラジ、では続いてのコーナーに行きましょうか。燃える一言で耳から満腹に、略して燃えぷくせい。はい、こちらはせい言ったのに。あ、ちょっと、あ、なんかありました。どうしました。こちらは、はい、いつもはご飯ご飯と言っている稲葉郷ちゃんなんですが、隊長の皆様から稲葉郷ちゃんやゲストみちるぎちゃんに言ってもらいたいことを募集してですね、はい、それを全力で可愛く言っちゃおうというコーナーです。はい、はい、隊長さんたちにね、耳からお腹いっぱいになってもらいたいというコーナーです。はあ、なんか進行してもらっちゃってありがとうございます。ちょっと私の仕事だから。私の仕事だから。スッと来ないで、スッと。ダメか。はい、もちろんね、はい、コキン伝授のたちちゃんにも、はい、特盛りの特盛り萌えを披露してもらいますよ。わかりました。そう、毎回ね、はい、隊長さんたちからこう熱のこもったもうシチュエーションがね、すごい、うん、たくさん送られてくるのでね、うん、その期待に応えないといけません。それはそれは、はい、頑張ります。責任重大ですよこれは。ですね。はい、では行きましょう。はい、最初の萌えぷくリクエストです。隊長名てるもこさんからのシチュエーションです。はい、はい、こちらは、年末まであと少し頑張るためにみつるぎちゃんから朝送り出してくれる時の一言、かっこニースマ感を出してです。はい。ニースマ感、ニースマ感ね、かっこにすごい大事な意味こもってるから、うん、そうね、もうすべてをね、すべてをね、いきますよ。じゃあ、はい、じゃあお願いします。あなた急いでくださいませ。そろそろお出になりませんとお仕事に遅れてしまいますわ。ほら、マフラーをお忘れですわよ。今日も寒いですからね。さ、今日も頑張ってきてください。うん、ところで、あなた大切なことをお忘れですわ。もう、とぼけないでください。意地悪ですわ。
出かける前のあれです。ほら、あれと言ったらあれですわ。さ、目を閉じてください。やばい。いやー、ちょっとさ、なんかこがちゃんの前でやるの恥ずかしいね。真横で見てるからね。めっちゃ嬉しそうな顔するんだもん。怖いよ、もうニマニマだよ。いや、でもこれはちょっと可愛いよね、やっぱり。まあ、すごくいい。かわいいでしょ。え、なに？なに？私もなんかちょっと、やってほしいもんな。ね。これ。ね、コキンちゃんの髪をマフラーにしてくれたりとかね。さっきのみたいなさ。あなたっつって。あなた、私たち離れられないのね。やばい、それもいい。怖くない？ぜひ、次はじゃあ、コガちゃんの。お、いいとこ見てみたい。よし、じゃあ、行くよ。お願いします。続いては、体調名、カホーさんからいただきました。ありがとうございます。こちらは、一生懸命作ったハンバーグ、かっこ焦げてるを恥ずかしそうにお兄ちゃんに出す妹です。ほう。ほうほう。妹。まあ、ガチ妹だからね。そう、ガチ妹なんだよ。よし。ではこちら、稲葉号でいきたいと思います。はい。お、お兄ちゃん。あのさ、あのね、晩ご飯作ったんだけどさ、お兄ちゃんが好きなハンバーグ、なんだけど、ちょっとだけ焦げちゃってさ、私、お兄ちゃんが喜んでくれると思って頑張って作ったんだよ。でも、ちょっとだけ焦げちゃってさ、とにかく冷めちゃうから早く一緒に食べよね、お兄ちゃん。欲しい。うちに来ないか。うちに来ないか。うちで世話するぞ。すごいね。ちょっとやっぱリアルにいるからさ。そうね。違うけどちょっとなんか気まずい。あ、そうなの。お兄ちゃんのことはお兄ちゃんって呼んでたの。お兄ちゃんって呼んでる。あ、じゃあちょっとね、緊張するよね。じゃあこんな感じで、隊長の皆さんが言ってもらいたいことをみつるぎちゃんたちが照れながらもね、全力で可愛く言うので、公式ホームページの方にどんどん。どしどしお送りください。では続いてはふつおた。よいしょよいしょ、いくぞ。今週も隊長さんたちからね、お便りが届いているので読んでいきましょう。古賀葵がパーソナリティです。5つ目は隊長名ふっくりんこさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいな。ありがとうございますね。なおちゃん、あさひなさん、こんばんごはん。こんばんごはん。初回放送から視聴しまして、毎回進化を遂げていくこのザンラジが大好きです。今回ゲストでお越しの朝比奈さんが務めるみつるぎ、略してコキンちゃんは明治の文化への好奇心が強く、目新しい発見をするたびに幸せそうにする姿が可愛いです。皆さんは、今年も残りわずかですが、目新しい発見はありましたか？ちなみに私はお絵描きをするのが楽しいなって最近気づきました。はい、ふっくりんこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん。最近気づいたこと？最近気づいたこと。新しい発見？うんうん。一人暮らしを、今年から始めたの、私。うん、ずっと妹と住んでて、なんか、自分のことって自分でやんなきゃいけないんだなっていうことに気づいたよね。そうだね。やってくれる人いないからね。もうね、やってくれる人誰もいないんだって思った途端に、ちゃんとやるようになった。ご飯も自分で作るしかないから。作るしかない。自分で作るし、掃除して、お風呂入れても、洗濯してもね。ね。全部自分なんだなって思った。そうよ。うん、気づいた。全部自分よ。ほがちゃんは？私はね、この、まあ、ラジオのことに関して言いますと、やっぱこう、ゲストさんがね、やっぱね、話術すげえなって。すげえなって。話術すげえなって。勉強になるなって。勉強になるなって思って、うんうん、で、そのあのね、なんか、出来事とかをね、あの、メモするっていうのを、あの、アドバイスいただいたので、してる。あ、してる？そう、なんか面白かったこととかをね、それはじゃあ最近あった面白いことが聞けるの？最近あった面白いこと、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に書いてるんだよ。メモ見てる。今、ね、もう小賀さんメモ見てるんで、ちょっとお待ちくださいね。ちょっと待ってね。いろいろあるんだね。出来事、出来事ファイル。一つだけじゃあ、一つだけ教えて。一つね。ね。お、見つけた？そう、ほっこりした話。あ、いいね、聞かして。そう。この前ね、買い物の、帰りに。買い物の夕方ね。うん。小学生のね、男の子二人組が、ちょっと高学年ぐらいの子が、にゃん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 にゃ
にゃんって歌いながら帰ってたの。ほうほうほう、めっちゃ燃えたっていう。え、でもだってさ、なかなかさ、低学年ならわかるよ、うんうん、結構背高かったんだよ。あ、そうなの。でもランドセル背負ってるの、うんうんうん、で、その二人、男の子二人がしかもにゃー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 って歌いながら歩いて帰ってるわけですよ。いいね、ついていきたかった僕は。すごいいいね、そういう些細なこともちゃんと書き留めてるんだね。そう。あと他にはね、おしゃれな、まだ教えてくれる、海外の方、外国の方に話しかけられた、うん、しかも上手な日本語で。上手な日本語で、上手なんて話しかけられたの。なんか、なんだったかな、なんかそれは書いてないのかよ。大事なやつだろ。はい、じゃあ次行きまーす。まだある。もういい、まだある。体調名、ともたけさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ガオちゃん、朝日奈さん、こんばんごはん。こんばんごはん。わー。これぞ、稲葉郷ちゃんって感じの素敵な挨拶ですね。はい。そうですね。ザンラジ、毎週楽しみに聞いています。はい。今回ゲストでお越しの朝日奈さん演じる古今伝授のタチちゃんといえば、うん、振り向き姿のイラストが印象的で、うんうん、とっても綺麗な背中だなって思ったのを覚えています。あら。昔から見返り美人って言葉があるくらい振り返って横顔を見せる女性の後ろ姿に惹かれる男性は多いんじゃないでしょうか、うんうん、そこでお二人がついつい同性でも惹かれてしまう女性の仕草やポーズなどあれば教えてほしいです。寒い日が続きますがお体には気をつけてお仕事頑張ってください。はい、ともたけさん、ありがとうございます。ありがとうございます。同性でも惹かれてしまう女性の仕草やポーズ、いや、あるよこれは。え、なになに、例えば。ある。私はね、うん、前もラジオの時話したかもしれないけど、うんうん、女の人が髪の毛を耳にかけるじゃない、うんうん、で、ちょっと垂れてくる髪が好きに、ちょっと下向いた時に垂れてくる。フェチズムだね。ちょっとその横から見てる感じがすごい好き。小林さんいつもそんなこと思ってるんだ。ちょっと気持ち悪かった。大丈夫。ちょっと気持ち悪かった。引いてる。なんだろうな。同性か。同性だよ。キッチンに立ってる姿とか。ああ、いいね。うん。いいね。私のために作ってくれてるんだなっていうのがね。いいね。そう、友達とかが料理してくれるとね、すっごい嬉しいのだから。ああ。そうそう、たまにやってくれるんだけど。素敵。しかも、うちの家のキッチンで作ってるっていうのがいいの。うわ。彼女じゃん。そうそうそう。自分家に来てくれた彼女じゃん。嫁嫁って思っちゃう。うわ。卵どこにあるみたいな。あ、いいな。その会話したいみたいな、もうなんかそういうの好き。はい、ということで隊長さんからのふつおたを大募集中です。感想、質問、その他何でも心を込めて読み上げますので、公式ホームページからどしどしお送りください。はい、それでは今週も一曲聴いていただきましょう。久しぶりにこのナンバーをお届けします。天下百軒ザン最初のキャラクターソングです。上泉正宗、桑名郷、郷義光、小柄丸、七香で闇を切り裂く花です。どうぞ。闇を切り裂いて街に迫る災いの影、お花見の名のもとに立ち上がる乙女たち、儚きゆえに強さを求め、荒れ地に芽吹く花のごとく、雨に風に立ち向かう。花よ開け、闇をうがつ刃となれ、守るために戦うとき、命は雅を放つ。剣よ前、剣よ前、踊るように悪を散らせ、闇を切り裂いて我ら永遠に咲き誇ら。お待ちかね、
ザンラジオリジナルドラマ外伝ラジオタウン。イエーイ、また来た。また来たよ。この番組でしか聞けないちょっとレアなオリジナルラジオドラマです。先週に続いて稲葉号とコキンデンジュのたちのお話の後編となっています、はい。どんな物語になるのか、どうぞ。わーい！今日も新商品開発のお時間がやってきたよー！さあ、コキちゃん！今日もご飯に合うおかず！またい！新商品候補お願いします！はい！お任せください！そして、今日お持ちしたのは、ドキドキ！お持ちしたのは、ワクワク！こちらの箱です！わーい！箱だ！ちょうどいい大きさの箱だ！はい、ちょうどいい大きさの箱でーす！じゃあ、この中に地元の名産が入ってるんだね！よし、早速開けてみます！パカッと！あれ？何も入ってないよ！はい、ちょうどいい大きさの箱には何も入れておりません！え？あれ？じゃあ、おかずはどこ？ふっふっふ。え？ふっふっふ！もしかして、私のおかず、ないの？ふっ、稲葉号様ったら、そんな顔されなくても大丈夫ですよ。ちゃんと考えてあります。何しろ今日は、厨房にある食材で作りますので。よかったー。確かに、これから作るのなら、今はないだね。はい。あれ？でも、それだと地元の名産じゃないんじゃ。そうですね。私の地元は京都の北の方なのですが、地元の名物といえば新鮮な魚介類ですので。おお、なるほど。なので、今回は地元の名物ではありませんが、とっておきの料理をこの場でお作りしようと思います。おお、そういうの大歓迎です！何作ってくれるの？以前任務でご一緒した海軍の方にカレーの作り方も伺いましたので、そちらをと思いましたが。ましたが？最近面白い料理をいただきましたので、今回はそれを作らせていただきます。面白い料理？それじゃあ早速料理を始めますね。材料は豚肉と卵、それに小麦の粉とパン粉、その他もろもろです。パン粉？なんか変わった食材。何作るの？豚のカツレツですわ。豚のカツレツ？はい、最近馴染みの洋食屋さんで出し始めた料理なのですが、お肉に小麦の粉とパン粉で衣をつけてあげるんです。何それ、すごく美味しそう。それはもう、私もそちらでいただいて、これぞ文明開化の味と感激いたしましたわ。今日はその豚のカツレツを完全に再現してみようと思います。おお、でもこの料理ってコキンちゃんも最近知ったばっかりなんでしょ？再現できるの？安心してください。お店の方に頼み込みまして、作り方を聞いてまいりましたから。あ、相変わらず新しいことに対する積極性がすごい。では早速作っていきますね。というわけで、あっという間ではありますが、できましたわ。おお、これが豚のカツレツ。なるほど。確かに今まで見たことない感じの食べ物です。天ぷらみたいだけど、そうじゃないし、なんかこうサクッとしてそう。はい、サクサクですよ。サクサクですか。くり では早速いただきます。はぁ、
稲葉郷様にも文明開化が訪れたのです。そうだね、そうだね、訪れたよ、文明開化。でもそれだけじゃありませんわ。なんとこちらのソースと呼ばれる洋式醤油をかけるとなおさら美味しくなります。なあ、ではかけてみて。パーク、私も人の探求心や発想力にはいつも驚かされます。うつせみのよぎもぎたるか花桜、さくと三島にかつちりにけり。お、滑舌の歌違いますわ、人生の儚さを詠んだ歌です。人は昔からずっとその人生の儚さを憂いて歌にしてきましたが、でもその人生の中でもこれだけのものを作り上げてしまう、その力強さには頭が下がる思いです。確かに料理は人の努力の結晶なんだね。はい。え、じゃあ感謝して食べないとだね。そうですね、人の努力と豚さんに感謝ですわ。あ、そか、豚さんもありがとう。ごちそうさまでした。コキンちゃんはやっぱりすごいな。昔の知識もあって、でも新しいことを探求する好奇心もあって、その上お姫様みたいに上品で、料理もできて、和歌も詳しくて。もしかして、弱点がないんじゃ。ところで、この箱をなんで持ってきたんだろう。確かにちょうどいい大きさだし、和紙を敷いたら鯉もさばけそうだけど。まさか、この箱の上で料理をしようとしていた？まさかね。そんなことできる人なんているわけないよね。それにしても、カツレツ美味しかったな。ぜひ、新商品として採用したいです。って、あれ？そういえば、これってコキンちゃんの馴染みの店から教えてもらったって言ってたような。それを明治館で出すのは問題あるよね。仕方ない、すごい美味しかったけど却下で。はい、いかがでしたでしょうか。あ、もうね、早く食べこう、食べこう、ガツレツだ、食べたいんじゃー食べこう。いやさ、あの稲葉郷ちゃんのさ、反応がすごいいいんだよね。ね、もうなんか絶叫だよね、あれもう衝撃だから、もうあれおーってめっちゃね、好き。でもね、きっとね、でも、うん、初めて食べたらそうだね、あんな衝撃的になるんだろうね。もうでも覚えてないよね。覚えてない、いつ初めて食べたんだろうね。ということで、あっという間にお別れの時間が迫ってまいりました。早いね。早いよ。マルジどうですか、2週にわたって来てもらいましたが私はヒヤヒヤでしたよ。なんかね、コガちゃんがこんなに慌てふためてるの初めて見たから超面白かった超面白かったよ。ちょっと S っ気が出ているそして来週は泉の神金里役の高井舞香さんをお迎えします。イエーイ。はい、じゃあ舞香ちゃん的になんかやってほしいことあればね。やってほしいこと、そうね、うん、やっぱ彼女はあのねっていう、おいノリツッコミ下手くそだろむずか
ねちょっとそうでもほら、うん、ここはね、はい、私がこの番組のパーソナリティをねこれ長寿番組になるように頑張っていきますので、はい、そこのところをね皆さんよろしくお願いしますま、ね、ということでね、うん、一緒に頑張ってゲストのマルシにね、はいはい、高井舞香さんにやってほしいこととかね聞いていきたいと思いますけども、そうだね、舞香ちゃんね歌得意で、すごい音楽頑張ってるから、うんうんうん、ぜひなんか即興で歌いながら登場してほしいな。歌いながら即興ソングとか、やっぱさ、歌ずっとやってるから、うんうんうん、聞きたいそれ。わー、新しい即興ソング。今までないですよ。本当ですか？ないないない。じゃあね、ぜひ、はい、即興ソングやってくれると思ってるんで、お願いします。お願いします。ということで、天下百軒ザンラジオ、略してザンラジ、また来週。せーの、ごちそうさまでした。あのお客さん、毎週来そうだな。まあ、誰が来